瀬戸内海カヌー編、完結いたしました。おっしょいおっしょいおっしょい。まあ本当にね、これ長い旅だったんですけど、いろんな方に応援してもらって、ね、長かった長かったね。でも道中いろんな人に出会えてね、だよね、いろんな人応援してもらって、あと最高の旅やったんじゃないですか、うん、結構投げ銭も結局22万円かな、うん、そうだ、うん、22万円30万円とかしたんですけど、ちゃんと計算したら計算ミス22万円でした。投げ銭も結構集まりましてね、うん、そしてありがとうございます。ありがとうございました。何かとありがとうございます。本当にまあ、チャレンジファンディング、この投げ銭のを誰にあげるかっていうのは、まあ、もう決まってるんですけど、これはまた別の動画で紹介をしますんで、まあ、一旦そっちは置いといて、うん、はい、って感じですね。あの辺終わったわけですけれども、はい、はい、伊さんどうですか？まあ俺ら、まあ、一つだけなんか引っかかるのは、うん、俺らお魚ワッシュやけど、はい、今回全くお魚ワッシュしてないっていう。してないですね。まあ2回ぐらいしたけど、35日の間で2回ぐらいだけ。俺もカワハギ1枚全然ノーワッシュですよね、はい、それだけが心残りというかね、うん、特に無人島編から見てくれてる人からすると、ちょっとワッシュ足りないねというところは、まあ僕らの反省かな。足りひんね、うん、まあ、ただ横断したっていうこと自体良かったね。そうやね、うん、もう皆様様々ですよ。様々ですほんまに、はい、はい、カヌー帰ってきてですね、僕らのちょっとファンっていうか、うん、見てくださってる方からなんとヨットをいただくことになりました。ヨットいただきました。おっしょい、おっしょい。カヌーよりですね、機動力あるものを手に入れたので、はい、それを使って今度はもう焦がんでいいってことだよね。焦がないでいい、風を感じながら進んでいけるってこと、ね、風を感じながら進めます、はい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 、遠くの島まで行って無人島と同じように魚釣りとかサバイバル生活っぽいことをまた動画で配信できたらなと思って。なるほど、そうですね、いいですね、うん、僕らのテーマとしてはやっぱこうただこうね、魚探しに行くだけだとなんか適当に釣ったりしても意味がないと。いや、ワンピースでね、ルフィたちがただ船に乗って冒険してたら面白くなくて、やっぱり彼らワンピースという宝を探して冒険してるわけなんで、うん、僕らにとってのワンピースは魚ですね。魚です。やはり究極の魚なんです。究極の魚ね、求めて旅すると。はい、よし。さあ今後はしてるのは、次五島、うん、3泊4日の旅、釣りの聖地五島へね、五島ね、はい、はい、でその次が、鹿児島の甑島で、それはちょっと長めで1週間でもそれ2つまで楽しみですね。楽しみですまあ五島はほんとね、クエやら辻やらやらね、うん、いるし、敷島はやっぱり、うん、辻原ですか。辻原、まあ、あとでかい旗がある。でかい旗が。でかい旗ね。いるんでね。やばいね。やばい。つっちゃうよ。ついちゃうよ。始まりますよ。始まりますよ。はい。ということで、今後はお魚ワッシュらしいコンテンツを提供してやっていこうと思うんで、はい、今後ともよろしくと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、一つ一応お知らせで、まあ、最近動画の概要欄にも貼ってるんですけど、僕らお魚ワッシュのウェブサイトを作って、で今後はですね、いろんなお知らせ、この間もワッシュイのキャンプとかはやったりもしたんですけど、まあ、そういうイベントのお知らせだったり、まあ、それこそ T シャツ新しいの作りましたとか、なんか作りましたっていうのはそこで、ガンガン発信してきますので、ぜひウェブサイトも見てください。よろしく、よろしく、ワッシュイ、ワッシュイ。そうだ、閉める、ね、ちょっとどうやって、それじゃあ乞うご期待ワッショイで、あ、そう、うん、じゃあそれじゃあご期待って、それじゃあ乞うご期待ワッショイ。いいね、ちょうど5分ぐらいで。